さて第5試合スーパーライト級の試合を迎えました。松本義道とそして森一馬の対戦です。今日はしゃべり屋ジョーカーの直樹さんをお迎えしておりますさあ直樹さんにとってもね、比較的こう階級近いですし、松本とは対戦もありますもんね。そうですね、松本選手一度やらせてもらって、はい、森選手はね、前にうちの同じジムの選手がちょっと森選手と戦わせていただいたことも過去あって、はい、結構ゆかりのある試合ですね。そうですね、65キロの階級ですから。さあ直樹さんとも比較的近い、存在の2人の対戦です。さあそれでは試合開始となりました。まあでも松本の、ね、ファイトスタイルというのはもう長くファンには知られている戦い方です。非常にこう分かりやすいと言いますかね、格闘技のこう魅力みたいなものを持った選手ですよね。そうですね、結構ね意外とトリッキーな感じで、スイッチとかも左右両方できて、はい、結構独特なタイミングなんで、まあ、逆に言うと森選手はすごくオーソドックスな、教科書通りの綺麗なキックボクサーですね。なるほど、まあ、そういう意味では2人こうタイプが、ね、対照的と言いますか。そうですね、プレッシャーかけてきます森です。松本のパンチに関してはどうでした、戦ってみて。松本選手ね、一発一発がね特別パンチ力強いとかじゃないんですけど、はい、やっぱ独特なタイミングでまとめ方とか上手ですよね。まあ、ボクシングも経験している松本です。これローキックいいですね、はい、今日ね立ち上がりからこの蹴りから入ってきましたよね。森選手のローキックかなり重たいですね。ちょっとね松本を左足で気にしています。かなり強烈ですね。前蹴りから松本出てきて近い距離でパンチをまとめる、こういうまとめ方上手いですね。これなんですね、パンチまとめます。あーインロー、そろそろね松本選手スイッチするんじゃないですかね。もしかしたらもともとサウスポーもねできる選手なんで、はい、ちょっとローキック効いてきたらサウスポーに変えるかな。なるほど、左足ね、これもうたまらないとなったら奥にする可能性があります。これですから直樹さん、結構スイッチっていうのは一つのこうローキックのバロメーターになりますよね。そうですね、あ効いてきたなっていう感じにはなりますよね、うん、はい、ですから対戦相手としてはこう手応え感じる瞬間じゃないですか。そうですね、手応え感じると思いますよ。なんでなるべく変えたくないですよね。やっぱりそういうもんですか。まあそうですね、聞きましたって言ってるようなもんですからね。そうですね、嫌だって言ってるようなもんですから。そっか、でもそれちょっと葛藤ですね。いやでも森選手ね、相手のパンチに対しての反応もいいですね、今日。松本プレッシャーかけてくる。近い距離で打ち合いたいというのが松本でしょう。そうですね、近い距離に入って、はい、なんかまとめたい感じですね、松本選手は。序盤もね、そんな動きがありました、この距離で。そうですね、しかしこれでは森がうまいんですかね。あんまりそういう時間作らせませんよね。うまいですね、固まらないで相手入ってきた時に結構サイドに出たりとか固まってないんで、松本選手もまとめづらいですよね。残り時間が少なくなってきました第1ラウンド。森選手はですね、ローを効かした後に右のオーバーハンドフックがすごく強いんで、なるほど、そういう技も狙ってると思いますよ、はい、松本距離詰めてくる。さあどうだ、パンチまとめたい。ここでゴング、第1ラウンドが終了。さあ1ラウンドを振り返っていただきましょう。直樹さんいかがですか。やっぱ森選手のローキックが、あとディフェンスですね、はい、すごく良かったなと思うラウンドですね。松本選手はちょっと乗り切れなかったですね、自分のペースに。まあ、さっきも話に出ましたけど、乗りたいと思ったところでね、なかなか森がそうさせてないという部分があるのかもしれません。そうですね、上手ですね、固まらずにしっかりサイドに出たりとか、対応うまいですね。39歳のベテランです松本。まあでも松本も経験持ってますから、じゃあこういう時次はこうしようっていうことをもしかしたら考えてるかもしれません。そうですね、まあ、松本選手多分ね、少し相手が固まったので飛び膝とかもね狙う、そういうのも多分狙っていきたいと思うんですけど、はい、さあそれでは第2ラウンド注目しましょう。ラウンド第2ラウンドの始まり、ローから入ってきました森です。プレッシャー、マジェルフ君。ただね、森選手が固まんないからね、飛び膝とかもするタイミングもないですね。いや本当に森はよく足を使ってます。
すごく綺麗なキックボクサーですね。はい、このフットワーク、左フック、あ、左フック、お、ちょっと今松本選手のパンチが当たった、はい、ちょっと当たったな、右のアッパー、前蹴りを捕まえる、うん、少し感触あったんじゃないですかね、松本選手も距離近くなりましたもんね、そうですね、多分、感触あったんだと思いますよ、はい、少し積極的になってますもんね、そうですね、うん、もう少しですからこう足を止めて打ち合いたいというか打ちたいですよね、そうですね、はい、まとめ方いいですね、はい、ちゃんとボディにも打ってるんで、積極的になってですね、だから気をつけたいですね、松本選手も行った時に森選手のカウンターの左と右のフック、はい、威力あるんでかなり、なるほど、ちょっといいペースになってきたですね、松本選手の、あ、じゃあこれですね、これ、はい、出した、ね、やっぱ今のもね、もう相手固まってくれてればいいんですけど、まだ相手動いてたんで、あ、森五郎いい音しましたね、福井さんすごい音でしたね、すごい音、ここ結構遠いんですけどね、本当に本当に届くんです、ワインド、でも松本出てくる、まあ、ちょっと直樹さん痛いって言ってられない時間帯ですよね、そうですね、このラウンドはちょっと松本選手の方がいいんじゃないですかね、なんかこう松本のリズムになってますよね、多分ね最初の打ち合いの時に少し効いたんだと思いますよ、あ、さあまた松本がプレッシャーかける、お、今の右よかったね、森選手の返してきました、打ち終わり右です、まだ蹴りはせない、蹴りはせない、蹴りまで蹴りまで、ただ松本はプレッシャーかけ続ける、うん、いいですね、フットワーク、距離を取ります、森やってるね、本人たちは今の効いたとかやっぱ分かるですからね、蹴りがやっぱちょっと出なくなってきましたもんね、ローキックが、はい、ラスト30秒、ローキックが、はい、少し疲れてますね、松本選手はスタミナがきつそうですね、はいよ、シュボディストレート、あー右フック、そうこれですね、この右のオーバーフックがね、すごい強烈、そう、威力あるんですよ、これ、あ、前蹴り出てくるところ、ジャブついて森、ここで第2ラウンド終了、さあ2ラウンドは少し試合展開変わってきました、直樹さん2ラウンドはいかがでした、うん、そうですね、やっぱり1ラウンドより松本選手が距離をしっかり詰めれる展開が増えましたね、はい、疲れてますね、なんか疲れてるのかな、はい、ちょっとこのねパンチまとめたシーンをご覧いただきます、前のオープンフィンガーの時はこの第2ラウンドをずっとっていう感じだったので、うん、もっとこの勢いのまま行ってほしいな、いや残すはあと1ラウンドです、うん、まあ直樹さんフットワーク結構ね森使ってましたけども、2ラウンドに関してはどうですか、うん、そうですね、まあフットワーク自体は別に止まってないですけど、ちょっと距離を蹴る量が少なかったんで、はい、距離を詰められるようになっちゃいましたよね、ただ足は別にまだ止まってないですね、森選手、あ、さあそれでは最後のラウンドスタートです、おお、森が蹴り出してきました、森選手が出てきましたね、このラウンドはやはり危機感を感じてるか、森選手スタミナありそうだもんな、松本も出てくる、あ、いいですね、いいプレッシャー、いいプレッシャー、カウンター、カウンター、見事なカウンター、出た森、これは効いてるか、どうだ、立ち上がりましたが、いや直樹さんちょっと足ふらついてましたよね、そうですね、松本選手ボディから上に返すのが多いんで、はい、ちょっと今、説明してらんないですね、はい、ちょっと今そんなのんびり喋ってらんない、そうですね、仕留めに行くか森、ここで切り替えました、そうこれいいですね、顔面いかずにねあえてローキックいきました、そうこれがねやっぱ第1試合とか第2試合とか選手じゃできないことですよね、やっぱ確かに勝ち急がないと言いますかね、そうこれがランカーの強さですね、そうなんですね、うん、ここでやっぱこうボディに膝打ったりね、はい、今すごい効きましたね、私なんかもう顔面でいっちゃえって思っちゃうんですけど、やっぱこれがねベテランっていうか、あ、そうなんですね、そんなベテランじゃないですけど、はい、森選手はランカーの強さっすね、これが、ま
まだ時間をね、残り時間しっかり確認した上で、戦力的に戦います。いや、すごい頭脳派だな。さあどうでしょうか。残りまた1分半以上あります。うまいですね。はい、まあ、松本のパンチですが、出てくる松本。松本選手ね、腹ボディからあのフックに打つ、つなげるのが多いんですけど、はい、その時にちょっと顎が上がりやすいんですよ。そこにうまいことさっき左フックのカウンターをドンピシャで合わせましたね。はい、よく見てるんですね。綺麗なカウンター、ハイキック、結構同じリズムで詰めたときに、はい、松本選手ですね、ボディボディ上みたいな感じのリズムが一定なんですよね。結構パンチのコンビネーションも、はい、早いんですけど、あのだから森もね、ある程度こう読めてきてるところあるんですよね。はい、一定のリズムで打つんで、そこにうまいことカウンター合わせやすいんですよね。なるほど。パンチ当てています。森、森足をフットワークを使いながらこのリズムで攻めていきます。松本、膝、松本選手倒さなくちゃダメですからね、頑張ってますね。はい、まあ、ポイント上ではね、先ほど段がありましたから、なんとかしたい。あ、右、残り時間がもう20秒切っています。時間がありません。まあ、森としてはこのまま逃げ切るというパターンもありますが、そうですね。右、座りパンチ当てる森。いいね、試合終了、勝負は判定です。松本、悔しそうな表情でコーナーに戻ってきました。まあ、ダウンがありましたから、これはもう判定のポイントとしては、大きいでしょう。そうですね、まあ、これはあの森選手のポイントつくかなと思いますね。プレーで見ましょう。そうですね、ボディから、そうですね、やっぱりボディから上につなぐときにちょっと空いちゃうんですよね。パンチがね、基本的にフック系なんで、はい、松本選手カウンターちょっと合わされやすいですよね。30対27赤森、ジャッジアキラ、30対27赤森、ジャッジ永瀬、30対26赤森、以上3対0の判定を持ちまして、やはりジャッジがありました。失礼、先ほどはダウンがありましたので、10対、まあ、8が過ぎた形になります。ジャッジの採点は30対27が2人、そして30対26をつけたジャッジもいます。3名ともが森一馬を指示いたしました。ユナニマスディシジョン、森一馬、松本義道を判定で下しました。スーパーライト級ランカーの森一馬、ランカーとしての強さをしっかりと試合で見せつけたと言ってもいいでしょう。まあ、こういう形で決着がつきました。さあ、ということでここまで第5試合をご覧いただきました。改めてご紹介しましょう。森一馬、安定勝利です。